さあ、それでは早速お揃いいただいた皆様からご挨拶を頂戴していきましょう。まずはこの方、この作品の主人公、警視庁緊急事案対応取調べ班、刑事、真壁幸子を演じられました、天海祐希さんです。天海さん、ご挨拶をお願いいたします。こんにちは、天海祐希です。今日はお集まりくださりありがとうございます。緊急取調べ室、真壁幸子役を9年演じさせていただきました。えー 最後が映画ということで、こうして皆さんに見ていただける日が着実に近づいているのをとてもワクワク、そしてビ,ビクビクしながら待っている日々です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそして同じく筋トリの管理官です。梶山勝利を演じられました田中哲史さんお願いいたします。 こんにちは、えー、管理官の梶山勝利を演じさせていただきました田中哲史です、えー、最後の筋トリはあの取り調べてはいけない人を取り調べちゃいましたあのどうぞ僕たち筋トリメンバーの最後の戦いを、えー、見てやってくださいよろしくお願いしますありがとうございます 続きまして上司の剣持とともにもつ鍋コンビとして筋トレチームとともに事件解決に奔走します警視庁捜査一課刑事渡辺哲次を演じられました早見もこみちさんお願いいたします、はい、ありがとうございます、えー、皆さんこんにちは改めまして渡辺哲次役を演じさせていただきました早見もこみちです、えー、本日はありがとうございます あのまあ、ちょっと僕はです、ねえっと、この長く続いたあ作品に参加させていただいたのはこの金取り「キントリ」が初めての経験になるんですけれどもですので、まあ、自分自身にとってもこの「筋取トという作品はです、ね、あの本当に、えーまあ、大きな存在と言いましょうかそのまた一つ自分の中でも大きな財産の一つになったんじゃないのかなと思っております。 で劇場版は劇場版ならではのまたスケール感と迫力がありますのでまた違った点でもあの皆さんにも楽しんでいただけるんじゃないのかなと思いますのでよろしくお願いいたしますありがとうございます続きまして同じくもつ鍋コンビのバディ警視庁捜査一家刑事剣物大二郎を演じられました鈴木浩介さんお願いいたします えー、皆さん、こんにちは、えー。剣持大二郎役を演じさせていただきました、鈴木康介です、えー。9年間のですね、えー、集大成が映画という形で完成しましたことを心から本当に感謝申し上げます。えー、っと9年間の思いがたくさん詰まった、えー、素晴らしい作品になっておりますので、えー、ぜひ皆様楽しみにしていてください。えー、隣にいる監督のなんか緊張感がすごい伝わってきて、なんかちょっと僕まできちょっと緊張しすぎじゃないですか。<laughs> 大丈夫ですか 慣れてない、<laughs> ちょっと今日慣れないタキシードも来てましてちょっとなんか。大丈夫です。あ、ありがとうございました。まあ、はい。<laughs> ありがとうございます。もしかして一番緊張されているかもしれませんね。さあ、続いてご紹介いたしますのは、警視庁副総監岩城和久を演じられました。大倉浩二さんです。お願いいたします。副総監岩城を演じさせていただきました。大倉です、えー。副総監。 頑張ってやらせていただきました今日はよろしくお願いしますありがとうございます続きましてサイバー犯罪のエキスパート筋トリメンバーの玉垣松尾を演じました塚地夢賀さんよろしくお願いいたします、えー、玉垣松尾を演じさせていただきましたドランクドラゴンの塚地夢賀ですここ、ここ、ここ <laughs> ありがとうございます 普段はこのようなことをやってるんですけども、えー、ドラマシリーズの締めくくりが、えー、劇場版ということでスケールアップしておりますし私自身も自然と体重の方をスケールアップしてみましたその辺にも注目してみてくださいよろししくお願いしますありがとうございます。 続きまして、海戦山戦の経験で被疑者を落とします。同じく、金取りメンバー、岸本進を演じられました。でんでんさん、お願いいたします。えー、皆さん、こんにちは。岸本進役をやらせていただきました。でんでんです。9年間も、えー、この、岸本進役をやらせていただいて、なんだか、あの、 役を演じてるというよりも、9年もやってますと、自然と岸本進で生きてた人生があるんじゃないかと思ってます。それと、でんで生きてる人生もあって、また本名、尾形義弘で生きてる人生もありまして、3つの人生をこの9年間楽しませていただきました。本日はよろしくお願いします。 ありがとうございます。続きまして、筋トレチームきっての頭脳派です。小石川春夫を演じられました、小日向文夫さん、お願いいたします、えー。小石川春夫を演じさせていただきました、小日向文夫です、えー。まさか、こんなに長く続くとは思っていませんでした。9年間、それが、 映画でファイナルを迎えるなんて、またこれも本当に想像できなかった9年前。60になったばかりの頃から始まって、えー、今70目前になっております、えー。たくさんの方にこの作品を見ていただきたいと思いますので、ぜひ宣伝よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 それでは最後にこの方からご挨拶です。ドラマシリーズに引き続き本作劇場版のメガホンを取りました。常宏正太監督です。お願いいたします。えっと皆さん今日はお忙しい中ありがとうございます。えー、監督やらせていただきました常宏と申します。えっ、ー、と皆さんキャストの皆さんからもあったんですが、始、えー、めてから9年で、えー、最後は映画という形で。 えー、この物語を終わらせることができるのが本当に幸せだと思ってます。えっ、ー、と一えにあのお客様からのご指示を得られたこともありますし、あのこうやってチームワークのいい皆さんで、えー、作品を支えていただいて、えー、ここまでたどり着けたと今思っております。えー、映画の方を楽しんでいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。皆様ありがとうございました。 さあそれではここからはいろいろとお話を伺って取り調べをしていきましょう、えー、ムービーの撮影をしておりますのでスチールのカメラをお持ちの記者の皆様にはここからはちょっとフラッシュの使用をお控えいただきたいと思っておりますご協力をよろしくお願いいたしますさあそれではキャストの皆様に伺っていきますまずはですねこの金取りが劇場版映画化されると聞いた時のお気持ちを 聞きたいいと思います天海さん映画化の話を聞いた時あのなんとなく映画になったらいいねみたいな話が何年も前からあってでも実際それがこうやって形になるんだっていうことにすごく驚いたしあとみんなで言ってたねあのこうね地味なおじさんたち。 ばっかりで映画になるんだろうかっていうことを笑いながら話していたんですけれどもまさかこうして本当に形になって皆さんに見ていただける目前になっているということがとても幸せであの不思議な感じですどうですか皆さんやけどあのそうなんですよね天海さんとそう話してて映画になればいいなって言ってて、うん、けどそれが最後となるとあれ それはないよみたいなちょっと寂しさがちょっと勝るといいますか嬉しさと寂しさと入り混じった状態でちょっと撮影した感じですけど僕はねあのやっぱり9年間ドラマを9年間にわたってやってきて最後に映画って決まった時にまず監督の顔を思い浮かべましたねきっといやいや、つい監督喜んでるんだろうなとゴーサインが出たっていうことうそれが一番最初でしたね。はい、ありがとうございます 監督ど,どういういきさつでやっぱりその小日向さんが顔を思い浮かべてくださったんだと思いいますかいやもうずっと映画でやりたい、やりたいって言ってましたので、えっと、非常に映画向けの素材というかあのお話だと思ってましたから、まあ、本当にできるといいですねっていう話はずっとしてましたもうそれこそパート1の時からしてましたし、はい、でんデんさん、いかがですか映画の話聞かれたとき。 えー、さっきあの、てっちゃんが言ったように映画館になったときはおしまいだっていうのがちょっと聞いてましたもんで、ね、それやっぱ寂しさの方が80%ありましたね、えーまあ、映画はそううんテレビドラマはまだ続けて最,終最後の最後まで、えー、引き継ぎたいなっていう感じがして。本当に映画、まあ、ここもう ここにさ出していただいて、本当に嬉しいんですけどね。これはもう少し先でもよかったかなっていう気が、もう僕の中ではありますね。はい。あの天海さんから、地味なおじ様でそう。私も含めですけどね。<laughs> <laughs> そんなことないです。もう今日の礼装を拝見すると、本当皆様華やかなんですが。大倉さん。<laughs> 大倉さん、地味なジェントルマンの映画ですけれどもね、やっぱり、はい、映画化ということで。内容ダイナミックだし、華やかですよね。 いやものすごく、はい、あの始まりから終わりまで全く退屈しない上がりになってると思いる、はいね、ドラマシリーズはその毎週のようにこうテレビでご覧になってくださる方が毎週見てますよみたいなことを言ってくださるんですが映画はねもう行きますという意識が一つ入ってくるのでそれに、何て言うんでしょうあの足を運んでくださること 方の、えー。気持ちを満足させれるような作品が。できたんじゃないかと。僕、僕自身が思ってます。<laughs> はい、僕も、僕も思ってますあ。でも、僕自身の方が思ってます。<laughs> はい。もつ鍋コンビのお二人はいかがでしょうか、映画について。そうですね、ま 僕はまあちょっと,えっと悲しい気持ちもあったんですけどでもあの嬉しい気持ちもあってそうですねやっぱりずっとやっぱ9年間あのご一緒させていただくとやっぱいろんな思いもありますので,まあそ,うでそれとまあシーズン4ドラマの時はえちょうどモツさんとこう離,れてしまう離れてしまったのでなんか今回このなんか映画で。 ちょっとまたモツさんとご一緒できてなんか僕自身はなべちゃんとしてはすごくやっぱ嬉しかったというか、はい、すごく楽しししみにしてました、うん、ースーパーマーケットとかでもやっぱ買い物してて映画なんかやらないんですかとか結構。 奥様方に。声かけられるんですよ。そうなん、そうなんですね。なんか。スーパーマーケット。一応、あのう、食材。食材で。一応スーパーマーケットだと、僕アイドルなんで。どこのスーパーマーケット。いろんなとこ。いろんなとこ。あの市場とかも。すみません、余計な話。なんか。あの、ちょ、ちょっとしたお返しができてよかったな。すみません。鈴木さん。そうですね。やっぱり、あの、まあ、一年に一度。二年に。 一度必ずお会いできてたあのメンバーなので映画になったらあそうかもうそれで終わりでまあね繰り返しになりますけど会えなくなるっていうのはすごく寂しい気持ちもありましたけどやっぱりあのまずシリーズが9年間も続けてこれたこと っていうのはやっぱり本当に視聴者の皆様のやっぱり応援あってのことだと思うんですよね。それが最終的に映画っていう形で終わりができるっていうのはこう一番幸せな形なんじゃないかなって思いましてやっぱそのことには本当に感謝してますしあのまあもつ鍋コンビ早見さんと9年間コンビあの組ましていただいてこんなにやっぱりあの自分の相棒としては一番居心地のいいあのまあ相方なのでその早見さんと。 まあ、コンビはもうやれないんだっていうのも、はい、やっぱり本当にちょっとそれがね寂しいというかうんまああのそうですね,、まあ、ですねやっぱどこ行っても一緒ででしたのうちはあの自分の住んでるマンション全体が筋トレファンなので <laughs> あの映画化になった時、はい、すごくあのみんなで大喜びで。<laughs> はい、今日の完成日、広瀬社会もいっぱい来ます。あのマンションの。のそうですね。ありがたい。そうですね。本当に。はい、すみません。えー、天海さん、皆さんからやっぱりその、はい、映画を制作する嬉しさとともに寂しいっていう声が上がっていますが。うん、天海さんご自身はこの劇場版でファイナルを迎えるっていうことはどんなふうに受け止めているのか、改めて聞かせていただけますか。あの。いい形で。 残したいということとあとはやっぱりでも私が終わるって決めたわけじゃないですからねいやちょっとなんか私がすごいなんかそんなことになってますけどいや違うんですよ違うんですよでもいい形で残る時が今なんだろうなと思うのとあと私たち自身も映画として形に残せるっていうことはとても幸せなこと なのでもちろん寂しくないといえば嘘ですけれどもあのなんか私も寂しいですって言ってしまってもどうなのかと思うんですよねなんか寂しがってくださっている方たくさんいらっしゃると思うのでいや一番いい筋トレを見てくださいとい胸を張って言いたいです。ありがとうございいますさててて今お話を伺っていても 感じるんですが本当にキャストの皆様の息が合っていて、あのー、撮影中もやはりそのシリーズも長く一緒に過ごされてきたということで,です、ね、いろんなお話が絶えないというふうに伺っておりますあの撮影期間にこんなエピソードがあったよとか普段こんな話をしてるんだよなんていうことでお聞かせいただけることがあったら。 教えていただきたいと思うんですが、こんなのあったよって、我こそはという方いらっしゃいます。天海さん、普段、大体どんなお話しされてる花、えっと。皆さんとお話しするのは、健康の話。はい、あとは。メダカの話。<laughs> あとは、何ですか。あの、植木の話。お墓の話もあります。お墓の話もありました。もどうするか。自分がどの、はい、お墓に入るか。入るかっていうこと。とか。ですかね。うん。あと、もこちゃんに、何かこう、美味しい。 ちょっとしたもので、美味しいものをどうやって作ったらいいかとか聞いたりですね。えー、あと、お子さんの今どのくらい育ってるのとか、そんな話。<laughs> ですか。あ、そうですか。結構あれですね。あの、踏み込んだというか。<す>うかあ、もうね。多分隠してることがあんまりないんじゃないですかね。えー、そうですか。うん。 塚地さんはどんなお墓に入りたい <laughs> 質問おかしないです,ですそうですかね、うん、どんなお墓に入りたいって言われても大きい目じゃないですね、えー、うそうですね、まあ、骨になったら皆さん同じサイズですので <laughs> この体型は関係ないんですけどもう僕お墓買ってます、えー、はい。なのでもう入るお墓はあってちょっと黒黒い感じのねちょっといい感じのお墓買いました、ね、奥さんもいないし結婚もしてなければ <laughs> 家もないのに墓を先に買っちゃいました。はい。これ何の話ですか, <laughs> ですか。あの金取りの皆さんの意見も参考にされたりお墓選びの際の、あ、もうその金取りに入る前にお墓は買ってたんですよ。だからその金取り後に買ってたらまた墓の様式が変わったんじゃないかなっていう。何の話ですかこれ。<laughs> <laughs> あでも本当にいろんなお話をされるというのが分かったのですが監督、これだけ本当に皆さんがお互いをさらけ出しているチーム演出にもやはりその仲の良さみたいなものが生かされる時っていうのがあるんですかいやも、ほぼほぼ本当に4位スタートかける直前までこういった話題で皆さんぎりぎりまで喋ってるし。<laughs> やっていいですかって言ってもちょ,ちょっと待ってみたいな感じで <laughs> もうちょっと喋ってからみたいな時もあるのでもうこのグルーブというか本当にこれはもう長年やってたおかげだと思ってますからあの仲がいいシーンは本当に皆さんそのままで仲がいいわけだしその中で例えばじゃあ対立的なシーンが出てきたりとかしてもそこはもう皆さん出方とか本当に分かってらっしゃるので。 僕はもう本当に安心ししてお願いしますスタートって言ったらやってもらっていいですかっていうだけの係りみたいなそういう感じだったんでそこはうううわー黙ってる <laughs>、はい、そういう感じです小日向さんそう監督おっしゃってますけどいやういうもう、はい、でも監督あ言いながら結構粘るんですよ <laughs> それでだいたいカット数が増えていくと天海さんがもういいんじゃない<と> <laughs> カットストアって監督が笑いながら、も<う>でもねカットストア増えていくんですよ。取ったよ、取れてるよ <laughs> って言って。いや監督はやっぱり笑いながら粘ったよね。私の顔はもういいですって言って。あのでもね主役なんでってい。いやいやもう十分ですよ <laughs> 十分取っていただきました。この役は何度も書いて。そうそうでしょう。う もちろんそうやって作品の中のこともお話になるわけですね。あの当たり前じゃないですか。<laughs> まずメインですよ。そキュ <laughs> っちがメイン。あ、そっちですかね。本間。田中さんはどんな感じでその会話にいつも参加されてるんですか。皆さんとは。いやあのア、ー、マさんがそういうそういう空気を出されると僕らはちょっとスッと引いて <laughs> あのー、見守る感じですね。どうするんだ。 監督もどうするのって感じで怖いというかあのやっぱり責任感であちゃんとやってらっしゃるんで、あのー、とにかく見守ります一瞬みんなねすっといなくなるどっちに流れ玉が当たらないように <laughs> なんかお父さんお母さんの喧嘩を見ている子供たちみたいなそ <laughs> んなわけがない。<laughs> デンデンさんはそういう緊張感が走ったときにちょっと和ませたりとか何かご自分がこう活躍されるときっていうのはどんなふうに入っていくんですかいえいえ僕はもう、えー、人の話を聞いて笑ってるんですけどね今ね、あのー、監督のことをちょっと思い出したので、あのー、天海さんとか言い合ってるあとその後、えー、粘って取ったあとうまそうにタバコを吸うの喫煙 <laughs> 所で。 ねカーって似てるねねそうかかそう俺でもこんなこと言っちゃあれだけどもうワンシーンごとも必ず出演するだいや本当楽しそうにやってたよねいや本当いや本当まあそんなところですストレスがたまるんだよきっとそんなことはないですよ大丈夫ですはいもう 終わりましたからね安心してください。<laughs> <laughs> まだ続いてるみたいな。い名残惜しいはずですよね。早見さんは、はい、あの少しそのキャストの皆様の中でお若いのかな、はい、位置づけとしてと思いますけれど、うん、皆さんとお話ししてて印象に残ったこととかこんなことを教えてもらったとかそんなことあったら教えてください。いやーでもやっぱりあのー、僕最初えっと三十だったんで、はい。 なのでもう本当皆さん、本当にすごい方たちばかりですのでもうやっぱ背中を見ているだけでも本当に勉強にもなりましたしもう本当振り返るとめっちゃ長くなっちゃうんですけどでも、なんか大変なこともあればすごいでも逆に楽しいことがいっぱいあったかな,なんだろうそれこそなんかハプニングも結構多かったりしてたので <laughs> 鈴木さんのズボンが。 ちょっとやっぱり9年も経ちますと、うん、最初の頃とまと圧倒的に体型が変わってきたというかねファーストシーズンから着てたスーツがぱっツンパツになってたんですよね、うん、でコラってアドリブで起こったらビリビリって破れてもう使えなくなったっていう <laughs> そんな話です。 すみません体調管理してくださいよ <laughs> そ <れで S 1> いや <laughs> あなたがあなたがね <laughs> そうでしたかありがとうございますちょっとあのそういう変化なんかもね、うん、レギュラーシーズンからの変化なんかもちょっと見てみたいですね劇場版でぜひあ,あと僕料理をあータリングしたことも作ってくれそう,おいしいそうなんか嬉しかったです,です皆さんにおいしいって言って頂けて素敵何をお出しになったんですか うんなんか俺フルコースをなんか作りましたねなんかそれこそメインだったりサラダとかグリルものとか、はい、デザートもえっとあラムラムチョップじゃなかったでしたっけあの時チョ、うん、スペアリブですあスペアリブだはいスペアリブだとかあとまた別の会見の時もなんかどうどうなっつどうなっつどうなっ美味しかった美味しかったうん なんかこうしてお話ししていても、あのー、本当に家族的ですなあなチームだなと思うんですが天海さんその9年間一緒に歩まれた皆さんの存在というのは、はい、天海さんにとってはどんな親戚のおじさんたち <laughs> おじさんじゃないですね親戚の方たちっていう感じすごくうん。すごいそういう 割と近いい存在かもしれないですね会わない期間があっても何かこうつながってる感じがしたりそれもそうですし<ー>ちょっとやっぱり開くと会いたいなって思ってみんなで集合をかけ合って一緒にご飯食べたりしますねでしたかありがたいことにはい逆に座長天海祐希さんはどんな方なのか田中さんどんな存在ですか 天海さんですか、はい、天さんも,あのもう日本全国の皆さんご存知のように本当に男らしいまっすぐな本当にそうなんですよ嘘が嫌いでなんてい、ま、あのこの筋トレが初めて天海さんとご一緒させていただいてそこから本当にあの友達というか先輩というか僕のが年上なんですけど。 なんか頼りになる先輩だなっていうあのあの相談はまだしたことないんですけどなんか人生の岐路に誰に相談するんだろうと思ったら僕は多分天海さんを選ぶと思います、ね、重大な決断をするときには今後はあるかもしれない小日向さん、座長天海祐希さんの魅力聞かせてください,いや,やっぱりこのチームの中では圧倒的なボスでしたね。ええ、ボス ただね僕は何度も何度か言ってるんですけどあの佐々木耕一郎って方がもしいたとしたらですよ生まれ変わりなんじゃないかなっていうぐらいあのモニターを見た時に本当にここにこう刀が見えたっていうか背中に刀を背負っている人に見えたんですよいいやいや, <laughs> いやだからいやそれでものすごく美しくて凛々しくていや本当にかっこいいなでもあの武士に見えましたね武士。 まあ、佐々木小次郎、なんか背中に肩、似合うなと僕はその時思ったんで佐々木小次郎ってずっと言ってるんですけど小次郎の生まれ変わり <laughs> 天海さん、小次郎さんだそうです。ね、<laughs> と言われてもですけど <laughs>、はい、でも、凛としたお姿がということで言うとすごく共感いたしますいいいやもう本当怖ぐらいに <laughs> う<ん>もうずっと言ってるじゃないですか、はい、怖いって。はい 意外 <laughs> <laughs>。大倉さんはいかがですか？座長天海祐希さんどんな風にご覧になってるんですか？本当皆さんのイメージ通り姉貴って感じですね。あの今日もそうですけど久しぶりにお会いすると必ずちょっと元気なのって声をかけていただく<笑><笑>姉さんです、はい。ありがとうございます。さあそれではですね劇場版筋トレついに完成ということでですね天海さん。 お客様にもしかしたら初めて筋トレシリーズに触れるという方もいるかもしれませんその自信のほどここ見てほしいなということありましたらお聞かせいただけますかもはいありがとうございますえー、といろいろこうやって取材をしていただいたり必ず聞いていただくことなんですけれども私は全部見どころは全部っていう風に言うようにしております、えー、どんな小さなお芝居でもこうシーンでもあの。 丁寧にみんなが心を込めて作っていますので、えー、全部が見どころでそして見てくださった方に自分の見どころはここだったなって決めていただけたらいいなと常々思っています。えー、今回の映画で初めてもしかしかたらトを見て 緊急取調室という作品を見てくださる方もいらっしゃるかもしれませんし、もうずっと最初のシーズンからずっとかけてくださった方たちもいるかもしれません。でもどんな方たちにも楽しんでいただけるような、この筋トリザ・ムービーファイナルになっております。えー、ぜひ劇場に足を運んでいただいて、筋トリの最後を目撃していただけたら、私たちとても幸せです。えー、劇場でお待ちしております。 皆さん出番ですよよろしくお願いしますいいありがとうございますありがとうございますてっちゃんに言ってもらいたい出番ですはいお願いしますじゃあ行きます、はい、皆さん出番です <laughs> 出てい<行>こう <laughs>。出てい<行>こう <laughs>。大丈夫ですか全然よかったです。<laughs> 最高。ありがとうございます。た貯めていただいて、いちょっとすごく、あの、いい決まり方をしたのであれなんですけど、もうちょっとだけ取り調べを続けさせていただきたくて、<あ>実は。今帰ろうとしちゃったよ。そうですよね。あの、せっかく記者の皆様お集まりなので、ああ記者の皆様からの取り調べをお受けしたいと思います。ああ皆様。 ご質問ある方、挙手でお知らせください。マイクをお持ちいたします。いかがでしょうかあじゃあ、最前列の女性の方、お願いいたします。報道府 FP 布岡本です。えっと、今回、あの、テレビ朝日さんの作品だと思うんですけれども、天海さんがもし、本当に、はい、あの、取締り,りの権限を持っていたとしたら、政治家の方に何を。え <laughs> 政治家の方に。<laughs> はい、何を取り調べたいか教えていただけませんかかかありますか <laughs> えー、パッと思いつかないですねうん何かありますかそこをそういうふうに思ってみたことがないですけどね<ー>なんかうんだとするならばえっとちょっと 疑惑疑問に思うことから突き詰めてあのどの程度あのごまかしてるというか <laughs> 嘘何かこううまくいろいろしているんであればそこをつついてってそれは、ね、お聞きしてみたいですけれども特に政治家の方に取り調べたいことはございませんねすみません何か他に言いますか今のじゃ話にならないでしょ 大丈夫ですか。<laughs> すみません。ありがとうございます。はい。えー、あのね、あの難しい質問考えていただいてありがとうございますね。でも本当にそういうことが映画の中で行われるわけですもんね。そうですよ。今回一番い,、えー、いっちゃいけないところにいってる。そうですよね。いかに難しいテーマかということでございますよね。他にご質問ある方いらしたら挙手でお知らせください。いかがでしょうか。 ないですか。なんか私たちずっとその間喋っておきましょうか、えー。すいません。失礼しました。お願いいたします。日刊スポーツ村上です。よろしくお願いします。す天海さんにお伺いしたいんですけれども、はい、あの今一連のお話の中でですね、あのまあ九年やってきて、はい、私が終わるっていうあれじゃないっていうようなお話もありましたけれども、はい、あのそういうこと。 あれですあのいいものを残したいというようなコメントもあったと思うんですけども、はい、9年前に始められていつか映画やりたいやりたいって言ってずっと、まあ、天樹さんの中にも当然そういうお考えまあ、ったかちょっとあったかと思われるんですけども、うん、シリーズ始めた当初の思いを経て映画をご実際にご覧になってみてあのご自分にとってその始めた時とこの終わりを見比べてイメージが違ったのか。 青さんにとってもいろんなシリーズいろんな作品出られてると思いますけどもこの「金取トリ」っていうのはどのような位置づけのシリーズ作品になるのか教えてください、はいえっと今。今でこそパート1と言っていますけれどもそこ自体も続いていくかどうかも分からなかったので、えっと、それこそあの他のこれまでの掲示物とは違いますよっていう立ち位置で「取り調べ室」がメインになりますっていうところから入っているので。 特に、その、これがずっと続いていくっていう確信もなかったですし、皆さんに受け入れていただけるのか、あの、っていうところにも不安ももちろんありましたし、だから、本当に実際ここまで続いている、9年も続けさせてもらったっていうことの方が、私にとっては夢みたいなことで、あの、映画になったらいいね、なんて、その、始まった当時はもう全く思わなかった。 なんかそこまでいけ、いかれていないというか自分のその考えが。でもだんだん、あの、ありがたいことにシリーズを続けさせていただいて、あの、これ、このみんなで、まさかだけど映画になったりしたらすごいよねって話していたことがまさか形になるなんてっていうことの方が大きいですかね。で、えっと、私のその、 役者人生の中でも9年同じ作品に携わるっていうことがなかったので、それそこを踏まえるととてもあの大きな意味を持つ作品だなと思います。でもあの他の今まで自分がやってきた役も同じように大事なものだという。 前提はありますけれどもでも本当にこれだけの時間を皆さんと過ごしてこられたそしてたくさんの素晴らしいゲストの方たちスタッフの方たちで何よりもキントリを愛してくださったあのファンの皆さんのおかげでこうやって形になれたことは本当に夢みたいなことだとだ思ってますあの映画も拝見させていただきましてドラマも拝見しているんですけどもっおっしゃる通りそのトリシラベースっていうところで っっってやっぱなないいだったじゃないですか、うんはい、で本当にその武器とか持ってるわけではなくて本当に取り調べ室の中のせめぎ合いですよね、はい、それがまあ一番の監督のところとかそれが画期的な雑品なシリーズだったと思うんですけども今回まさにまあこちらいらっしゃるんですけど猿之助さん演じるねあと倉之助さん演じるあの役所とのその辺のところ、まあ、全てが見どころっていうのはまあどの作品でもおっしゃってると思うんですけどもここのやっぱりせめぎ合いっていうのはやっぱり一番のところなんじゃないんでしょうかいかかがですかねどうですか皆さん。 ちょっっとみんな言ってよ <laughs> 全部ですよねでもねねそうです、ねえー、ですも、うん、本当にあの佐々木蔵之介さん市川猿之助さん,助さん素晴らしいお芝居してくださってでなおかつやっぱりこ,のこれまで筋トレに関わってくださったレギュラーの皆さんみんなあのご出演くださったりしているのでそこは筋トレをずっと見てきてくださった方には楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。うん 私たちももちろんですけれどもお力を下さった方たちの素晴らしいお芝居があのずっと流れますんで是非見ていただけたらなと思います。